県内29市町の代表がたすきをつなぐ宇摩市国見市長対抗駅伝が2月19日県庁から伊勢の県営総合競技場までのコースで行われました。宇摩市国見市長対抗駅伝は大会を通してスポーツを推進し各市町の交流を深めようと毎年開かれていて、松阪市は2年ぶりの優勝を目指し出場しました。午前8時45分、鈴木知事の号砲を合図に第1区、小学生女子が勢いよくコースへと飛び出しました。昨年に続き松阪市の1区を務めた沢井富月選手はスタート直後から積極的な走りを見せ区間新記録を樹立、1位で中継所に飛び込みました。続く2区、小学生男子の大森光斗選手は粘りの走りで3位で3区走者へたすきリレー。中学生女子が担う3区では近藤萌選手が2人をかわし首位に立つ快走。コースが松阪市に入り、4区中学生男子の田畑愛斗選手、5区40歳以上男子の長嶋昭弘選手は順位を落としながらも地元の声援を力に力走。レース後半、6区ジュニア男子の宇留田祐希選手は7区一般女子の竹口羅羅選手へとたすきをつなぎました。7位でたすきを受け取った8区20歳以上女子の所作選手が1人をかわし、9区ジュニア女子の服部若選手へ。服部選手も懸命の走りで最後の中継所へ。最終10区アンカーを務める西山雄介選手は区間賞を奪う圧巻の走りを見せ、松阪市は去年のタイムを5秒縮める2時間18分26秒の総合6位でゴールしました。まあ、優勝を目指していたので、まあ、悔しい気持ちはありますけども、まあ、全員が本当に諦めず走ってくれたので、まあ、本当に、チーム自体には本当に良かったなと思っています。